アルクタイは北限のアストブの属長。看護資料ではアロダイと記録されており、このためアロタイとも表記さる。1403年にハーンに即位したオルクテムルのもとで地位の官位についていたが、1408年にオルクテムルを廃止、ティムール帝国から帰国したオルジェーテムルをハーンに擁立した。信仰のオイラトとモンゴル高原の覇権を争い、また、 民の国境地帯に侵入して、英ミカドとも敵対した。1409年にオイラトとの戦いに敗れてヘルレン、川に逃れ、直後に10万の軍勢を率いる民の軍人給復の政党を受けるが、オルジェー・テムルと共に副兵による包囲で民軍を壊滅させる。翌1410年に英ミカドの申請を受けると民軍からの攻撃を、 のがれんと精神を主張するオルジェイ・テムルと対立し、北限はオルジェイ・テムル派とアルクタイ派に二分した。オノン川でオルジェイ・テムルが大敗した後、ハルハガー上流の戦いで彼も英楽カドに敗れるが、民軍は遠方に逃走した、彼を捕らえられなかった。同年の冬から独自に兆候を行い、オルジェイ・テムル死後も頻繁に兆候を行って、英楽三の関心を得て、 春葉ハハ川の戦いで捕虜とされた兄弟を返還される。英羅組門より、数や主王の地位を与えられた。1414 14年の英羅組門の第二次申請で、民軍と共に、オイラトを破り、1416年には、オイラト内の最有力者マフムードを殺害して、オイラトを圧迫、民の国境地帯にも侵入して1422年の、英羅組門の第三次申請を招いた。 民軍は、アルクタイが本拠とする、フルンボイル地方に進むと、家畜、市長を捨てて逃亡した。翌年、翌々年に、エーラクミカドは、アルクタイを捕まえるため二度の申請が行うが、決定的な戦果を上げられなかった。エーラクミカドが没した直後に、マフムードの子、トゴンの逆襲によって壊滅的打撃を受けて没収は、離散し、民に基準する者もおり、アルクタイは、 モンゴル高原東部のウリアンハイサンエイの元に逃れて再起を図った。民側は降伏した者に感触と金貌を与えて、交遇し、諸将は弱体化したアルクタイの討伐を主張するが、広広指定は遠征の震源を入れず、土木の変に至るまで大規模な北西は行われなかった。ウリアンハイサンエイを支配下に置いたアルクタイは、オルクテムルの維持あだいを報じて再起。 徳とアブハを擁立するオイラとと争った。1434年に徳とアブハの攻撃を受けて大敗、妻子を殺害されて家畜も奪われ、敗戦の後に彼に従っていた子は、しつつくね日一人だけだった。同年に、徒婚によってしつつくね官と共に殺害された。彼の死後に、このあうらないただ、あと孫の妻即木党を思うは民に亡命し、 戦ミカドは彼らの境遇を哀れみ手厚くくした。元の名前はオゲデレクであり、オイラとの上昇、バトラに土肥として飯抱えられ、アルクタイと名付けられた。後にアダイのハーン擁立に協力して、大主の地位を与えられ、かつて自分を虐待したバトラの子、バクムを奴隷とし、トガンと名付けた。ここでアルクタイに関する記述は終わり、帰国したトガンが、 アダイを打つ下りに続く。モーコ流において、アダイが即位する前のアルクタイの地位は低く、ゆえに、オルジイテイムルの擁立、エーラクミカドとの戦争について関与したことは、書かれていない。ありがとうございます。